ところで、君の目から凪くんとエリカはどう見える？あの二人、性格が真逆ですからね。家でも小さなことでしょっちゅう喧嘩してますし。でも。そういうところが逆に、すごく相性よく見えるんですよね。それにしても、君は不満そうだけど？そんなことないし。